どうも天村です。今回は楽天ポイントだけで仮想通貨のビットコインが買える楽天ウォレットの使い方と始め方をお話しします。仮想通貨というふうに聞くと難しそう、めんどくさそう、どうせ損するんでしょといった感じで敬遠してしまう人が多いです。そんな方でも現金を使うことなくポイントだけで簡単に仮想通貨が手に入る、それが今回紹介する楽天ウォレットです。楽天ポイントで仮想通貨に交換できるサービスというのが2019年12月末に開始されました。今回の動画では楽天ウォレットとは何なのかという部分から使い方と始め方も合わせてご紹介させていただこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。ちなみに僕天村は2019年に脱サラしてフリーランスになりました。それまではオンラインビジネスだけをやっていたんですけども、資産を大きくしていくには投資も大事だということに気がつき、ビジネスと投資の両輪が大事ということで今は投資に力を注いでいます。特に初心者の方でもスタートしやすい少額投資を僕自身も実践していくことで、そこから学んだことを皆さんに提供していこうと考えています。老後不安などが叫ばれているので、老後資金は自分で作っていく時代において少しでもそのお力になれたらと思っています。動画だけではなく文章で少額投資について学びたいという方は、コツコツ投資のコツというブログも運営していますので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクしておきます。さらにながら聞きができるようにラジオもやっていますので、そちらも合わせてリンクしておきます。楽天ウォレットとは、まずは楽天ウォレットとは何なのかを説明していきます。楽天ウォレットというのは楽天グループが提供している仮想通貨取引所の名前です。楽天ウォレットの前身はみんなのビットコイン株式会社というところで、2017年3月30日に仮想通貨交換所のサービスを開始しました。そして2018年10月に楽天がみんなのビットコインを買収して傘下としてから、2019年3月1日にみんなのビットコイン株式会社から楽天ウォレット株式会社に社名を変更しています。そして2019年3月25日に仮想通貨交換業者としてのライセンスを取得しました。さらに同じ2019年4月15日、仮想通貨取引サービスの口座開設の受付を開始して、8月19日から仮想通貨の現物取引サービスの提供を開始しました。ですので楽天ウォレットの歴史としてはまだまだ浅いというのが現状です。そんな中でこれまでは現金で仮想通貨を購入していたんですが、2019年12月24日からは楽天ポイントで仮想通貨が購入できるサービスが開始されました。楽天ウォレットの使い方、楽天ウォレットを利用する場合はアプリのみの利用になります。そして仮想通貨の取り扱い種類なんですけども、楽天ウォレットで取り扱いできる通貨は今のところ3種類だけです。ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ。こちらはアプリを開いた画面になるんですが、購入はすごく簡単です。画面の下部分にポイント交換というのがあるんですけども、そこには利用可能ポイントというのが書かれています。こちらの画像ですと 16,514 ポイントを使うことができるので、保有している楽天ポイントを使って仮想通貨を購入することができます。購入はものすごくシンプルな操作ですので、小学生でも簡単に理解できるような画面になっています。ちなみに楽天ポイントは100ポイント以上からなら購入することができて、それ以降は1ポイント単位で使えます。101ポイントでも102ポイントでもいいっていうことなんで、かなり始めやすいですよね。ということで最後に楽天ウォレットの始め方を説明します。楽天ウォレットの始め方、楽天ウォレットはアプリでしか利用できないので、まずはアプリをインストールしましょう。 iPhone なら Apple Store から、 Android なら Google Play で楽天ウォレットをインストールします。インストールが完了してアプリを開くと説明が出てきますので、スライドしていって読んでいきます。そして最後にログインをタッチします。するとログイン画面になるんですけども、ここは楽天 ID でログインできる画面ではなく、楽天ウォレットの独自 ID とパスワードでしかログインできません。ですのでたとえ楽天会員であっても、まずは口座開設というところをタッチします。
すると個人情報を入力していく画面になりますので、画面の指示通りに入力を続けていきます。ログイン ID やパスワード、メールアドレスなどを入力するんですけども、ログイン ID とパスワードは後で送られてくるメールには記載されないので、必ず忘れないようにしてください。大事なことですのでもう一度言います。ログイン ID とパスワードは後で送られてくるメールには記載されないので、必ず忘れないようにしておきましょう。すべての情報を入力すれば、次は審査に入ります。僕の場合なんですけども、朝に審査依頼をしてから、その当日のお昼1時半ぐらいには審査が通過したというメールが来ていました。審査は早ければ当日で終了します。無事に審査に通過するとログインして使っていくことができるんですけども、初めてログインする時だけ不正利用防止のために2段階認証の設定をする必要があります。その時に使うアプリが Google Authenticator というアプリを別でインストールして設定する必要があります。ちなみに Authenticator を日本語に訳すと認証コードという意味です。この Google Authenticator は何か独自で設定をする必要はなく、とりあえずインストールするだけで OK です。インストールして楽天ウォレットのアプリに戻れば、6桁の数字を入力することになります。この6桁の数字は毎回のログインのたびに入力する必要があって、6桁の数字は毎回違う数字が表示されます。このように楽天ウォレットは2段階認証ですので、安心して利用できますし、さらにログインすると登録したメールアドレスにログイン通知が来ます。これで万が一不正ログインなどがあっても安心です。以上が楽天ウォレットの使い方と始め方でした。楽天ウォレットは使い方も始め方も、そして仮想通貨を購入するのも驚くほど簡単ですので、ぜひこれを機に仮想通貨デビューをしてもらえたらと思います。今回の動画が良かったよという方はグッド評価をお願いいたします。さらに今後も少額投資に関する動画をアップしていきますので、僕と一緒に老後資金を自分で作っていきたいという方はチャンネル登録もお願いいたします。ブログとラジオの方でも投資に関する情報を配信していますので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクしております。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。